ヘンリー・トムソンによる肖像が1790年代。初代ペンリン男爵、リチャード・ペナントは、グレート・ブリテン王国の政治家。ペンリン採石場の所有者として、ウェールズのスレート産業の発展に貢献し、ホイック等の一員として、庶民委員議員を務めたが、一方で、ドルベン法に関する弁論では、奴隷貿易を擁護した。ジョシア・レノルズによる肖像が、 1761年頃、ジョン・ペナントとボネラ・ホチスの息子として生まれた。兄ジョン・ルイス・ペナントと共にニューコムズ・スクールで教育を受けた後、1754年1月18日にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学したが、ジョン・ルイスは同年に死去した。1758年3月29日、義芸協会会員に選出された。 1761年イギリス総選挙で、ピーターズフィールド選挙区から出馬して、庶民議員に当選した。この会期では、トーリー党の第3代ビュート伯爵ジョン・スチュアートから、大ピットパトされ、ホイック党の初代ニューカッスル公爵、トマス・ペラム・イコール・ホールズと、第2代ロッキンガム公爵、チャールズ・ワトソン・ウェントアースから名優として扱われた。 1768年イギリス総選挙でリバプール選挙区に倶り替えする予定だったが、その前の1767年12月に補欠選挙が行われると予定を前倒しして補欠選挙に出馬、当選を果たした。1769年にアメリカ13植民地への課税に攻撃する演説を行い、1774年の茶法廃止法案に賛成するなど、 野党の一員として行動したが、1780年、イギリス総選挙で敗北を起死した。これにより一時的に庶民院を離れたが、1782年にカーナー・ボンシャー州長官を務め、1783年11月19日にアイルランド貴族であるラウス県におけるペンディンのペンディン男爵に除された。この助尺は、 フォックスのオス連立内閣における実質的な首相の一人で、あるチャールズ・ジェームズ・フォックスの推薦によるものとされた。1784年イギリス総選挙で再び、リバプール選挙区から出馬して議員に帰り咲き、以降1790年まで30回以上の議会演説を行った。議会では1785年4月に議会改革に賛成票を投じるなどフォックス派として、 行動したが、議会演説はすべて、リバプールか、西インド諸島の貿易に関するものであり、ドル弁法に関する弁論では1788年5月に、奴隷貿易を擁護した。ナサニエル・ラクソールによると、アフリカ貿易を正当化あるいは上場釈量する、形で発言した議員は、ペンリン・ガンシとバンバーガス・コインの、二人だけだったという。 1789年5月の発言に至っては、奴隷制度を廃止すると、植民地を破滅させ、さらに会員に必要な要請書を破壊することで、政界権も放棄してしまうことになると述べた。1784年の総選挙での当選は、リバプールの都市団体とそれ以外の自由市民が妥協した結果であり、ガスコインが都市団体のペンリン男爵が自由市民の代表だった。 1790年イギリス総選挙では1784年に敗北したバナスタータールトンが再出馬していたがガスコインとペンディン男爵も再選を目指し二人は同年6月16日に妥協と故障したの継続を発表したタールトンは落選を覚悟してリバプールから離れたがリバプールの世論は妥協の継続に不満を感じ一時は街中でタールトンを 自由を、でも連立はいらないとの声に満ちたという。そして、ペンリン男爵は22日に選挙戦からの撤退を発表、28日に発表した結果は、タールトンとガスコインの当選だった。1796年イギリス総選挙では1795年8月に、カーナー・ボンシャー選挙区での出馬を発表、バンガー主教ジョン・ウォレンの支持も取り付けたが、第七代。 バークリー死者トマス・バークリーと、初代ニューバラ男爵トマス・ウィンの影響力により敗北を起死した。1807年奴隷貿易法により奴隷貿易が廃止されると、これがジャマイカ経済の破滅を招くと評した。1808年1月21日にウィニントンで死去、ペンリン男爵役位は廃絶した。ペンリン男爵夫人、アンス・ザンナの肖像が、ジョシュア・レノルズが、 1765年11月16日、アンスザン・ナワ・オーバートンと結婚したが、子供はいなかった。カーナー・ボンシャーのペンィン辞書は18世紀初頭には、アン・ウィリアムズとグエン・ウィリアムズの手にあったが、ペナントが、ウォーバートン家の相続人にあたる、アンスザン・ナワ・オーバートンと結婚し、さらに1785年に、第5代順弾シャクサー・ジョージ・ヤングから、 ヤング家が所有する部分を購入したことで、ペンリン辞書のすべてを手に入れた。ペナントは、ウェールズでの領地の他にも、ジャマイカで大領地を所有しており、ジャマイカの領地管理には代理人を立てていたが、代理人の行動にも用心深く警戒したという。ジャマイカの砂糖やラム貿易から得た利益を元手に、ペナントは採石場の発展に投資したのであった。1782年頃より、 ペンリン採石場を所有し、採石場の発展に尽力した。ペナントは採石場での作業手順を改革したほか、バンガー主教ジョン・ウォレンと借地契約を結んでケギン川の河口に、年番岩輸出用の埠頭を建設、さらに1801年にトロッコ線路を敷設して採石場と埠頭をつなぐなど、採石場の発展に尽力した。これによりウェールズのスレート産業は、 著しい発展を遂げたという。また、1782年に建築家、サミウェル・ワイアットに依頼して、ペンディン・ホールの邸宅を改築した。死後、遺言状に基づきペンディン事象を含む遺産は、ジョージュ・ヘイ・ドーキンスが継承、ドーキンスはペナントを生に加えた。ペナントは死去した時点で15万ポンドの債務を残しており、遺言状では、ジャマイカの領地を売却して、 返済に当てるよう指示したが、ジャマイカのプランテーションから上げられる利益は落ちており、1808年時点では、ジャマイカの領地に15万ポンドほどの価値がなかった。結果としては、ウィニントンを売却した上で、ペンリンを抵当を入れて金を借りることで債務が1808年10月に、返済された。同金スイコールペナントの娘は1833年に、エドワード・ゴードン・ダグラスと結婚したが、 ダグラスは1841年にペナントを生に加え、1866年にペナント男爵に除された。ありがとうございます。